はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、突然放置少女夏のイベント始まりましたが、まず映ってるのは、はい、夏の塩音、はい、という、毎日ログインするだけでもらえるイベント。まあ、初日からログインしていって、原宝だったり、絆の水引き、高速戦闘券なんかがもらえるわけですが、さらに、報酬一覧見てみると、はい、その横に、海の息という、まあ、今回の夏のイベントのメインになる、報酬である、虹の思想だとか、遊園地プレゼントなんかと交換することができるアイテムが毎日50個もらえるみたいですね。はい、7日間で350個もらえるということで、まあ、これは普通にログインするだけなんで、もらっておきましょう。すごい半券みたいになってゲットしたやつのチケットが消えてる。いや、この演出好きで、この子誰ですかね。夏の新キャラっぽい子いますね。立ち絵だいぶ好きですが、誰だろう。見覚えある気がしますが、さあ、そしてあ、サマードリーム、はい、来てますね。はい、ちょっと見ていきますか。お、待って、音量音量音量急に大音量できましたね。あ、またストーリーあるんですね。はい、これ多分みんな見ると思うんで飛ばしていきますか。待って、リジュちゃんがいる。リジュちゃんの水着アバター、いや、ついに来ましたか。リジュちゃん UR アバター戦。いや、ずっとこのゲームに UR ポジションで頻繁にガチャ来て、 UR アバター戦まだかと言われていたミコのハムハムリジュちゃんが、ミコ衣装全部脱ぎ捨てて水着姿になっちゃいました。あれ、こんな大人でしたっけこの子。だいぶ SSR の時から成長してますが、これリジュちゃんファンどう思うかコメントで聞きたいですね。めちゃくちゃ妖艶になってる。でもって、リジュちゃんが作るドリンクはめちゃくちゃ怖い。リュウホちゃんナイス判断。あ、倉庫、あの UR でバイクにまたがってた倉庫が UR アバター戦になるみたいですね。倉庫もだいぶ男らしい UR でしたが、 MR アバターで全く別人になりますね。いや、このギャップ人気出そう。砂浜の宝探し、あ、なんか新要素も入ってますね。オエンズちゃんも出てきた。このクールな見た目でガッツリレジャー楽しもうとしてる感じ好き。あ、始まった。おるな、アキンドがここにも。移動販売車使って稼ぎに来とる。もう人が集まるとこには来ますから。いや、この商売根性大好きですね。いや、でカクちゃんとかコソさんとかもいますね。ちょっとタップしてみますか。なんもないですね、特に。 あとチョコメちゃん入っちゃった。待って、チョコメちゃんのアクション可愛かった気がする。今もう一回入ってみましょう。ほら、なんか着地した。ジャンプインしてきてる。で、ちょっとくじいて、で、こののれんの販売しようとしてるものと中身全然違うってね、このえげつさ。いや、いいっすね、この商売系の強さ。いいっすね。はい、で、中身としては、はい、この陸力同心ってのが120円で、はい、60元宝高速戦闘券1枚と覚醒炭10個。はい、で、その横の悠々自適が370円で、100元宝覚醒炭15個高級育成炭100個。はい、その次のワガン愛護が3680円で2000元宝と恋文20個。微妙にお得じゃなさそうですね。また後で計算しましょう。で、最後乱栄ココ6100円で、はい、2000元宝と覚醒炭100個と訓練賞200個。はい、まずは恋文がもらえるワガン愛護3680円で2000元宝と恋文が20個もらえる課金イベントですが、まあ、この前ちょうどチンポー券でお得セレクトっていう120円で恋文が2個もらえる課金イベントがありましたが、はい、そこら辺だったり、まあ、タヌキ割引、今ちょうどタヌキガチャやっていて6割引きから9割引き、まあ、それぞれで恋文が出る可能性あるんで、まあ、そこら辺と含めて課金効率比較してみると、はい、単価ですね、見てみると、恋文1個あたりの価格、はい、お得セレクトが 0.19、 めちゃくちゃ安いですね。タヌキ割引の9割引きと同じぐらいに対して、ワガン愛護は 0.46 と、やっぱりちょっと高いですね。タヌキ割引で言うと7割引きが出た時と同じぐらいなんで、まあ、よくある、まあ、タヌキなんかでも全然ゲットできる価格帯。まあ、ただもちろん 0.46 でも、まあ、普通の2倍チャージなんかが 0.74 なんで、まあ、倍ぐらい買ってますけどね。なんで、まあ、全然2倍チャージで元宝を作って、その元宝で300元宝を使って出会いガチャ回すよりはお得っていうことで、まあ、20個と大量にゲットできるのもあるんで、買いっちゃ買いですね、これは。まあ、ただタヌキも一緒に期間中並んでるんで、タヌキの様子見ながらっていうところはありますね。せっかくなんで、まあ、タヌキの9割8割よく出るようであれば、わざわざワガン愛護から行かなくてもいいかなっていうような感じで覚えておくといいと思います。さあ、あと今回覚醒炭がもらえる系の課金イベントは乱栄ココってやつと悠々自適、あと陸力同心、はい、この3点になりますが、はい、それぞれ課金効率としては、陸力同心が1円あたり 3.21 元宝の価値、悠々自適が 3.24、 乱栄ココが 1.61 と、あ、悠々自適が一番いいんですね、覚醒炭。まあ、ただ同じ覚醒炭がもらえるイベントだと、これ軍令っていうのがあって、ちょうど今日から軍令始まってますが、軍令には届きませんでしたね。まあ、とはいうものの、陸力同心あたりは、まあ、たぬき割引で9割が出ても1円あたり 1.5 元宝の価値ぐらいのものなんで、まあ、だいぶこれも課金効率悪くはないですね。いい方です、かなり。はい、なんで、まあ、乱栄ココがちょっと割安感ありますが、乱栄ココは乱栄ココで、まあ、訓練書4、まあ、必要な人、無課金微課金の人には少ないと思いますが、廃課金寄りの人で、まあ、よく副賞登用して育成する人なんかは必要になってくるので、まあ、そういう人向けで、あとは割と今回3つとも課金効率いい方ではありますね。最適ではないにせよ、中の上といったところでしょうか。ちょっとチョコメちゃんが賢くなり始めてますね。さあ、そして夏のおすすめ、これ
見てみ、これ見ていきますか。あ、こういうのありますよってやつですね。あ、昨日のロビーでちょっと書いてあった調教イベントは7月12日からですね。あ、思想パンツですね。ちょっと前にメンバー限定動画で、ちょっと前にメンバー限定生配信でずっとパンツの話してましたね、そういえば。はい、白パンクルっぽいですね。パンツっていうか水着ですね、これは。で、夏の塩ネオスト、あ、ここに来て、っていう風にリンクになってるんですね。あ、で、ショップ無料更新は明日からみたいですね、今日じゃなくて。日付変わった瞬間から始まるみたいです。じゃあちょっと月ギフト見に行きますか。いつもの月ギフの感じに、あ、招き猫が光ってる。はい、ここ押すと、あ、一回だけ、元宝300と覚醒弾10個と高速戦闘券がもらえて受け取り済みになるという感じで、今まで課金してた人ももらえるし、まあ、新しく課金した人は全部一緒にもらうことができるという感じで、まあ月ギフトに今の報酬が加わったっていうぐらいですね。さあ、あと今回ある意味一番気になってるこの紅翡翠交換、ちょっと見に行きますか。怖いですが、さあどうだ。あ、やりましたね。紅翡翠5個で2絆がゲットできて、120絆全部取るのに必要なんで60回分購入できるってことで、60回購入すると300紅翡翠が必要ってことで、全く反省してませんでした。もう諦めるしかないんですかね、ここら辺に関しては。まあ、ただこの2人に関しては、まあ、直江兼次なんかはかなり必須級で欲しいキャラクター、スキル1で攻撃力が高い味方の視力に援護をつけることができるこの機能が超絶優秀なんで、とりあえず投用して全く育てなくても対人戦なんかで味方の耐久力を倍にすることができると。もうこのキャラクターはすでにラキスタなんかでも絆ちょびダメしてる人多いと思うので、まあ、今回普段からラキスタに並ぶ2体なんで、こんな感じである程度絆がちょびダメで溜まってると思うので、まあ、300丸々必要って感じでもなさそうですね。まあ、逆に言うとここで必須で取らなくてもラキスタで来てくれるんで、ある意味で諦めがつくって感じでもありますね、これは。うん、ちょっと紅翡翠は私、今後ロハンとか、そういったラキスタにまだ並んでないキャラクターが出た時用に取っておこうと思います。はい、今回はあえて使わないで。で、まぁ、今回この二人、夏の浜辺シリーズのアバターガチャの実装に伴ってここに並んでますが、はい、その他にも3体、夏の浜辺シリーズ、加工派と炎術と伝法、この3体が紅翡翠ラインナップに並んでおり、こちらに関しては、あ、いつもの紅翡翠キャラクターと同じレートになってますね。まぁ、紅翡翠24個あれば、絆集め切ることができると。で、まあ、これ電報に関してはラキスタラインナップでゲットできる UR の副賞3体と電報で知力値と敏捷値が上がる奥義になっており、弓賞だったり帽子を主力に使ってる人は電報取っておきたいですね。私もランゼロ企画の方でちょっと前に電報新書交換に並んだ時に取っておきました。まさかこんなすぐに来るとは。はい、で、炎術に関してはラキスタラインナップに並ぶ2体と組んだ尊剣と炎術 SR2 体で HP 上限 7% も上がる結構優秀な奥義に絡んでいて、なおかつ炎術去年2021年の1月と2月に来た以来来てくれてないので、最近全然来ないキャラクターになってるんで、ちょっと演術も狙い目ですね、今回。おすすめ度高めです、このキャラクターも。で、最後、加工派。加工派に関しては、これまた、お手軽なラキスタに並ぶ UR 一体と組んだ、HP 上限 7% も上がる奥義に絡んでるんで、加工派もかなり欲しいキャラクター。まあ、ただ、加工派に関しては、はい、この百花美人の限定ガチャのこのラインナップのところに、3ヶ月に1回のペースで来てくれるキャラクターになってますので、はい、そんなに焦らなくて OK ですね。ということで、まあ、UR 二体はラキスタでも来てくれるし、加工派に関しては、百花美人に来てくれるし、まあ、電報に関しては、帽子か弓章を主力にしてる人はこの電報に関しても、まあ、先々月5月に1回来てくれて、そっから1年前までは全く来てくれてなかったんで、まあ、この前の5月っきり来ない可能性あるんで、帽子と弓章を主力にしてる人は取っておいた方がいいと思います。連日に関しては普通にレアなキャラクターなんで取っておくようにしましょう。はい、紅翡翠交換7月18日までになりますので、他の新書交換のキャラクターと違って月末までではないので、まあ、最終日になったらまたアナウンスしますが、はい、こちら忘れずに期間内に決断しておくようにしましょうね。さあ、そしてビーチリゾートを見ていきますか。炎術ちゃんが働いてる。いや、似合うな。パラサル置いてこい。はい、このイベントは、はい、こんな感じで食材が並んでて、で、その食材を作るのに必要なアイテムがあるんですね。果物を貝類、魚類があって、それを10個集めてこないとパエリアは作れないし、フルーツジュースは果物10個、マグロは魚10個と。はい、で、この食材を仕入れるには、あ、ここにボタンありますね。任務やってくれということで、訓練場に1回勝利、はい、デイリー系のやつですね。ボスに勝ってくださいとか、まあ、遊歴やってくださいとか、闘技場と少女の調教、元宝使用の高速戦闘を1回行う。これ無料じゃダメなんですかね。ちょっと無料やってみますか。はい、ちょっと無料の高速戦闘を2回やっときますか。はい、これだと、あ、カウントされないんですね。はい、なんで、高速戦闘、元宝を使ったやつ3回やる必要あるんで、はい、これ1回目50元宝で2回目50元宝なんですが、3回目90元宝かかるんで、合計190元宝を使って高速戦闘すると、魚類が5個、かける3個で15個もらえました。なんでこれ、まあ、節約したい人は、まあ、普段無料枠分とは別に2回50元宝、50元宝と使って高速戦闘してる人は2回で済ますっていうのもありなのかもしれませんね。まあ、今回このフレンド寄贈っていうフレンドからもらえる、またはあげるみたいなやつがあるんで、ちょっとあげてみますか。で、これなんか食材が足りませんっていうような表示が出てる方もいますね。食材、あ、希望食材設定っていうのができるんですね。あ、なるほど。まあ、例えば果物ってあって10個まで設定できて、こういう風に希望食材10個っていう風にやっとくと、あ、テケテケは果物10個欲しがってますよっていうのが出るんですね。あ、で、このバーがすでにその寄贈でもらってる数が表示されてるんですね。じゃあ試しに魚類といえばトビウオさんに10個あげてみますか。
あ、1個ずつ寄贈なんですね。で、1個あげると海の息を代わりにもらうことができると。あ、だったらこれ配下金サバ今これ移してるんですが、であればあげまくっちゃっていいかもしれませんね。いや、誰か1個くれた。いや、こんな感じであげたり、まあ、購入したりしながら、あとは自分ではミッションクリアしていって食材を集めていくと。はい、で今魚がゲットできたんで魚使いたいんですが、魚がないですね。はい、あ、でここ更新ボタンあるんで更新押してみますか。更新押してみましょう。更新には20元宝かかると。まあ、ちょっと押してみて、なんか来た。販売員が売ってる。あ、もしかしてここ変えられるってこと？いや、ちょっとそれやってみたい。まあ、ただ500元宝かかるんですね。まあ、それでも、鮮魚育成炭10個だったら450元宝の価値があるんで、それプラス、この海の木がどのぐらいの元宝価値かわかりませんが、まだ、そこまで大損ではないですね、これ。はい、ちょっと買ってみますか。はい、購入。え？あ、変わるわけじゃないんだ。で、完成済みの注文品が1個増えましたね。チョコメちゃん、料理されちゃったみたいですね。怖いな、この女。さあ、そして営業報酬ってのが、ここに赤ポチついて、はい、押してみると、あ、これはもう、軍令システムになってますね。はい、1500ポイントまで貯めれば、まあ、一番下までゲットできて、高級報酬を解除すると、はい、全く軍令と同じですね、これは。なんで、まあ、覚醒炭集める課金効率としてはめちゃくちゃいいんで、まあ、これは覚醒炭欲しい人、また元宝を目当てだけで購入するにしても、まあ、このゲームの安定供給されている課金イベントの中で、ベスト4に入る課金効率になるんで、まあ、これは課金対象としてはおすすめ度高め。なんで、営業報酬は軍令につながると。いや、チョコムちゃんどうなっちゃったんだろう。はい、で、エビのアヒージョが新しく出てきましたね。いや、これ、強化結晶はいらんな。また更新をして。イワシの酢漬け。はい、ちょっと料理できるやつ出てきたんで、作ってみますか。はい、調理する。で、アイテムがもらえて、で、ここが入れ替わって、で、フルーツサルトも作っておいて。あ、二つとも変わっちゃうんですね。で、魚介スープ出てきて。いや、これ一日10回まで作れるんで、だいぶ作れますね。はい、で、希望してた食材全部もらえましたね。進捗詳細を押してみると。あ、くれた方は見れるんですね。いや、ありがとうございます。もう食材希望設定は、一回満タンになったら、今日はもらえないんですかね。うん、一日10個までって書いてありますね。で、この元宝購入に関しては、ヘルプに書いてあったんですが、購入回数に制限がないって書いてあるんで、まあ、何個でも買えるんで、最終手段的にはこれ元宝で買いまくって、まあ、フレンドにあげたり、または、一日の上限ありますが、ここで食材作ったりして、この海の域確保挽回することができそうな感じ。はい、で、食材なんかは、デイリーミッションでもゲットできますが、はい、その量としては、まあ、各デイリーミッションでもらえる食材とその個数、で、何回一日挑戦できるかをまとめるとこんな感じでもらえて、はい、どうやら、果物が55個、貝が50個、魚が45個と、魚が割合で言うと少ないみたいなんで、魚貴重ですね。なんで、寄贈なんかで欲しい食材の設定に魚にしておいた方がいいかもしれないですが、これちょっと魚料理で何がもらえるかも重要になってくるんで、そこまとめ止めてきますか。はい、そして更新ボタンを押しまくって、まあ、どんな食材があって、まあ、それぞれに必要な材料や原稿数で、それをクリアするともらえる営業点数、はい、あともらえる海の息の数、はい、それとドロップするアイテムですねっていうのをまとめてきましたが、まあ、見た感じ魚類のところ宝石剣と漬物石コピーの裏紙と、はい、あんまりいいアイテム揃ってないんで、まあ、宝石剣なんかはありがたいですけどね。イワシの酢漬けはいいですが、魚介スープだとかマグロ焼きあたりはそんな喜ばれないかなと。あ、でもこれマグロ焼きちょっと書いてませんでしたが、訓練書4ですね。訓練書4が10個なんで、まあ、訓練書足りない人は嬉しいかもしれませんが、強化結晶なんかは、まあ、中盤以降ほとんどの人があまり散らかすんで、まあ、これなんかはいらないですね。まあ、そういう意味で魚介類ちょっとポイント少ないのもうなずける感じしますね、これは。はい、この表も参考にしてみてください。まあ、とは言ってもこれ自動更新とか多分ないんですかね。はい、こうやって押して変更すると一箇所だけ変わって、こういう風に料理をするボタンを押すと、なんか2箇所変わることが多いんですが、3箇所変わることもあるんですかね。まあ、複数枚数変わるという感じになってるみたいですね。あとこれ営業報酬のところ、点数貯めていくと、まあ、ここ伸びていくのはわかるんですが、このレベルって概念何なのか気になりますね。ちょっとレベル上げまくりますか。はい、これでレベル2になるのか。あ、2になりましたね。レベル2になって、まあ、これがもらえるっていうぐらいですか。なんで、あんまりレベルの概念気にしなくていいんですかね、これは。多分そういうことですね。営業レベルが上がると、まあ、次の段階のここのアイテムがどんどんもらえるようになりますよと。なんで、レベル15まであるんですかね。まあ、これは軍令感覚で、まあ、1回20営業ポイントがもらえて、毎日10回やれるんで、1日200ポイントっていう風に考えて、それが14日間あるんで、まあ、2800最大で貯められるっていうことで、まあ、1500には余裕で届きそうな感じ。毎日5個しか料理作れないとしても、大体満たされるんで、で、まあ、デイリーしっかりやれば、一応大体約15個分の料理作れるっぽいんで、この営業報酬のミッションは問題なくクリアできそうですね。で、海の域に関しても1日10個作れば100個ゲットできるんですね。で、余った分なんかは友達にあげれば、その分プラスアルファでもらえると。この助け合いの感じいいですね。あ、で、しかも友達から10個まで寄贈してもらえるんで、もう1個料理作れるんですね、そういえば。そういう意味じゃ、60個分友達にあげれるんですね、最大では。あ、そうなると気になるのが、これ、魚を5個に設定して、5個もらい終わった場合、次、別の食材に変えて、また5個もらったりできるんですかね。ちょっとやってみますか。私の本赤の方から、サブ赤のテケテケの方に魚類、はい、5個。
はい、5個もらいましたね。はい、この状態で食材設定も変えられない。ああ、じゃあ5個5個ってできないんですね。じゃあこれはもう絶対10設定した方がいいですね。やっちゃいましたね。はい、だってここはまあしっかりデイリーやっていって料理作っていきながら、まあその上で足りないものがあればフレンドに寄贈を募るというような形でやっていけば、まあ無難にクリアできそうな感じありますね。さあ、そして交換ショップ、さあ今回の目玉思想ですね。あ、海の息500個で交換できて、あ、で遊園地プレゼント海の息200個で交換できるので、これめちゃくちゃいいですね。いや、だいぶ安い。しかも上限2個まで交換できるんで、400個分あれば全部取れると。はい、海の息の入手箇所、はい、とりあえずビーチリゾートで海の息1日10回料理作れば100個ゲットできるんで、それ14日間続けていけば1400個海の息ゲットできて、でログインからは350個もらえて、あとフレンドに毎日10個食材をプレゼントしていけば海の息が10個もらえるんで、それも14日間繰り返せば140個もらえるってことで、はい、合計1890個もらえる計算になりますかね。計算間違ってたら教えてください。まあ、とにかくそれだけの数あれば500個ゲットした上で、これ400個分も余裕で届きそうな感じありますね。あ、待って、ただ特別交換、あー、今回の海の息とあと割引券だったり幸運券を利用して合体させると、この虹の割引券だったり幸運券から MR アバター用の割引券だったり幸運券と交換することができると。いや、これナイスですね、運営さん。まあ今この割引券だったり幸運券 UR 戦アバターの副賞ガチャにしか使えないんで、まあそれを MR 用にチェンジすることができると。いや、これ幸運券めっちゃ余らしてる人は MR 用の幸運券にできるんで、まあ5個までか。なんで250個分海の息余分にあればここ作れますね。はい、ということで500個と400個と250個なんで1150個海の息があれば今の3つの欲望を叶えることができると。でその他余らせた分はここら辺に使っていってっていう感じで、はい、しっかりビーチリゾートを1日10個食材作っていって、それを14日間やれば1400個もらえるんで、はい、これはしっかり10個作っていきましょう。あ、でもこれあれですね、 VIP のレベルによっては遊歴なんかの回数が制限されちゃってできなかったりしますね。ボス挑戦なんかは挑戦権使っていけば、はい、5回挑戦権使ってやって、あ、それはクリアになるんですね。なんで挑戦権系は OK として、まあ、闘技場も OK、 訓練場も OK、はい、闘技場の勝ち負けも関係ないと。で高速戦闘に関しても無料枠分が NG なんで、これ無課金だと今無課金でも初回無料なんで、でそれも含めた最大2回なんで、いや無課金だとここ高速戦闘1回しか無理ですね。はい、なんで無課金の場合毎日もらえる果物の数と魚の数減っちゃって、課金者の場合は55個だったのが果物35個、魚45個だったのが35個が上限になっちゃいますね。一応果物系料理3個と魚系料理3個、貝料理が5個作れるんで11個分の料理作れるのと、フレンドから10個分食材もらえばもう1個食材作れるんで、まあギリギリ足りるっちゃ足りるんですが、まあここの更新のラインナップにこういう風に魚だけが偏ったりした場合なんかに、まあ、更新ボタンを押して原稿を使わなきゃいけなかったりするんで、無課金のプレイヤーちょっと原稿を消費しなきゃいけない場面出てきそうな感じありますね、これは。はい、まあ、一応思想とプレゼントで900個海の息があればなんとかなるんで、この14日間でここから1日4個料理作れば14日間で560個分の海の息を、まあ、料理からもらえて、あとこの夏の塩根から毎日50個もらえるんで350個もらえるんで、560足す350で910個になるんで、まあ1日5個は余裕で作れると思うんで、まあ無課金の人でも二次思想と遊園地プレゼントは達成できそうですね。プラスアルファがちょっと少なくなっちゃいそうなのと、もしかしたら特別交換の方が苦しくなる可能性ありますが、まあ料理とか1日7個とか作れてればここの5枠分も届くと思うので、うん、無課金でもまあなんとかなりますね。はい、で微課金以上の人は余裕かなと思います。はい、とっていかがだったでしょうか。いや割と今回のイベントに関しては課金アイテムをまずまず、まあ悪くはないっていう感じで中の上ぐらいで、でビーチリゾートからの交換ショップなんかの難易度もまあ低くはありませんが、しっかりデイリーやっていけばなんとかなりそうな感じあるんで、うん、これは普通に両イベントですね。今回はもうベニヒスイだけですよ、あとは。これだけどうにか今からでも見直してほしいですが、はい、それ以外はかなりやりやすいイベントだったのかなってことで、はい、しっかり、まあ、特にビーチリゾートをやり忘れないようにやっていきましょう。はい、ちょっと初見でそのまま感想言ったりデータ集計してるんで間違いあるかもしれないので、もしあったらコメント欄に書いていただければと思います。これを見てる視聴者の方はコメント欄まで見て情報の判断してみてください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。押す。